こんにちは、サックスプレイヤーの桑田修一です。僕は昔からフュージョンが大好きで、そのフュージョンの楽曲をビッグバンドで演奏するというのが一つの夢でした。2009年には自分でアレンジをして演奏するビッグバンドも立ち上げました。2019年には10周年記念ライブとしてサックスプレイヤーの本田雅人さんにゲスト出演していただきました。運よくその日のライブを録音しておりまして、バンドとしてもとても良い演奏だったので、もっともっと皆さんに聴いていただきたいと思い、アルバム制作を思いつきました。今回のアルバムを制作するにあたり、コンセプトを決めようと思いまして、フュージョンなのはもちろんなのですが、一般的なビッグバンドスタイルとはちょっと趣向を変えまして、メンバーのフィーチャリング楽曲を集めました。アルバムタイトルもマーベリングとシンプルにしました。ということで、なんといっても今回の目玉商品は本田雅人さんご本人に吹いていただいた宝島。ユージャ、他にもトランペット小林太さんと僕とのフュージョンジュース、トロンボーン三塚智樹さんをフィーチャリングで僕のオリジナル新進と、テナーサックス安川信彦さんをフィーチャリングでなにわエクスプレスのビリービン、アルトサックス寺地美穂さんのオリジナルでビヨンドザレインボー、本田さんと僕の掛け合いなどもある僕のオリジナルフラメンコ、そして僕のオリジナルバラードファンタシー、ほぼテーマ曲化しているプロジェクト K などと、ワクワクする楽曲とまさにマーベリングなプレイが満載のアルバムとなりました。今回はツインミュージックさんでのクラウドファンディングをお願いしようと思っていたのですが、さまざまなご縁で、出版も発売元レーベルも、ツインミュージックさんにお願いすることとなりました。ということで、桑田修一マーベリングビッグバンドニューアルバムマーベリング、アルバムジャケットはまだできてないかな、6月30日発売予定でございます。それまで、皆様のご支援をいただければ幸いでございます。どうかよろしくお願いします。桑田修一でした。